デビッド・マレーはアメリカ人のジャズミュージシャン。テナー・サックスとバス・クラリネットを主に演奏している。1970年代中期からこれまでにかけて数多くのレコードレーベルに数多くの録音を残している。アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランドに生まれる。彼は最初にアルバート・アイラー、アーチー・シェップといったフリージャズのミュージシャンから影響を受けた。 そしてその後、演奏、作曲の両面において、徐々に多様なスタイルを発展させていった。同年代のほとんどのテナーサックス奏者たちが、コルトレインをお手本にしたが、マレーは彼らから距離をとっていた。コルトレインの代わりに、コールマン・ホーキンスや、ベン・ウェブスター、ポール・ゴンザルベスといった主流派の要素を自分の中に取り入れ、自分の演奏スタイルを作っていった。 にもかかわらず、マレーは、コルトレーンへの賛辞として、オクテットプレーズトレーンを1999年に録音している。1993年9月22日には、ニューヨーク市のマディソンスクエアガーデンで、グレートフルデッドと共演している。マレーが、グレートフルデッドへの敬意の証として録音した1996年の、ダークスター、ザ・ミュージック・オブ・ザ・グレートフルデッドも、また、 批評家に、好意的に受け止められた。マレーは、ワールドサキソフォン・カルテット結成時の最初のメンバーの一人である。その時の他のメンバーには、オリーバー・レイク、ジュリアス・ヘンフィル、ハミー・ット・ブリエットらがいた。マレーは、例えば以下のミュージシャンたちと録音、または共演している。ヘンリー・スレッド・ギル、ジェームズ・ブラッド・ウルマー、オルダラ、ダニタ・タバル、ブッチ・モリス、ドーナル・フォックス、 マッコイ・タイナー、エルビン・ジョーンズ、エド・ブラックウェル、ジョニー・ディアンニ、スティーブ・マッコール。彼は循環呼吸法を用いることで、驚異的な長さにわたるフレーズを演奏することができる。現在はポルトガルのシーネスに住んでおり、現地の FMM というミュージックフェスティバルに毎年出演している。デビッド・マレー・ディスコグラフィを参照のこと、ありがとうございます。